カートリビジョンは1972年に発売されたビデオカセットのフォーマットでアメリカにおいて最初に入手可能となったビデオカセットフォーマットである。カートリビジョンは1972年6月アブコの子会社であるカートリッジテラビジョンインクによって発売された。カートリビジョンは t b セットと一体型であり、 カートリビジョンレコーダーはアブコによって製造されたが CTI はアドミラル、パッカードベル、エメルソンラジオ、モンゴメリーワード、シアーズの各社と生産、開発において協力した。あとに2種のカートリビジョンセットが彼らのブランド名で彼らの店で販売された。モンゴメリーワードの TV はアドミラルシャーシを使用した。すべてのモンゴメリーワードの航空路線のテレビで使用された。 アドミラルは独自のカートリビジョンを異なるシャーシで販売した。最初のカートリビジョンテレビ装置の販売価格は1350ドルだった。そして人気のある映画を借りることができた。カートリビジョン用のカセットは正方形でヨーロッパのみで販売されていたフィリップスの VCR フォーマットのように2分の1インチ幅のテープが互いに反対方向に収められていたが、 録画時間は、初期のフィリップスの VCR とは異なり、最大114分だった。3倍録画と3倍速の早送り、逆再生ができた。カートリビジョンには、レンタルカセットと言われるサービスがあり、戦場にかける橋や、招かれざる客などの映画などをレンタルできた。レンタルカセットは、カタログや、小売店に注文すれば、ユーザー宅に宅配され、見終わったら、 返却するシステムであった。これらのレンタルカセットは家庭用カートリービジョンレコーダーでは巻き戻しができず一度しか見ることができなかった。巻き戻しは小売店から戻ってから特殊な機械で巻き戻しされた。他にもスポーツ、旅行、芸術、ハウツートピックスなどの内容のカセットがレンタルできた。レンタルカセットの色は黒でカートリービジョンレコーダーでは 巻き戻しができた。オプションでカートリビジョン用白黒カメラがオイミックから家庭用に発売された。カラーカメラは CTI の破産前には実現しなかった。1970年6月、アブコ社はカートリビジョンをニューヨークのコンシューマーエレクトロニクスショーで発表した。1972年6月にシアーズ、メイシーズや モンゴメリーワードの百貨店で最初に発売された。販売不審で13ヶ月後の1973年7月に生産終了した。倉庫に保管されていたカートリビジョンテープは湿度のために使い物にならなくなったのが見つかった。1973年カートリビジョンの破産後、多くのカートリビジョン TV セットはレコーディング機材。 テープや他の部品に分割され、カリフォルニアの部品を扱う小売店や多くの電子趣味人が買った。いくつかは独自の家庭用の装置に仕立てられた。RF、モジュレーターを付ければ、他の TV セットで、現在の VTR のように使うことができた。カートリビジョンは、テレビショーワッツマイラインで1972年に実演された。この方式の特徴と言える点に、 約120度間隔、20Hz 回転の3ヘッド、3フィールドごとに2フィールドのフィールドスキップを採用しているということが挙げられる。AB1972、カートリビジョン、The First VCR、e、i ズ Pre-Recorded Tapes, Set Magic, CEDMAGIC.com。アーティクルリトリーブド2006年12月22日。当時は、エンバシーピクチャーズを所有していた。 ABC カートリビジョンザ・ファースト・オールアメリカン・ホーム・ VCR ラップガイ S ワールドアーティクルラスト・アップデート二千五年一月9日リトリーブド二千六年十二月二十二日テレビジョン・オン A ディスクタイムセプテンバー十八千九百七十二リトリーブド二千六年十二月二十二日カートリビジョンカセット mrbetamax.com アーティクルリトリーブド2006年12月22日ありがとうございます。